今週の、西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーは、ウニョさん、女性で40代神奈川県の方です。安倍さんの総裁参戦おめでとうございますと、名誉とされた故中川翔一先生の動画を見ていましたと、人権保護法、案反対の集会で中川さんの後ろに西田先生が座っておいででしたが、その時の、ことをですねお聞かせくださいということなんですけれども、もうこれはるかもう10年から昔の話になりましたけれども、あの当時人権擁護法というのがですね何度もこの法務省から出されてきたわけです。でそれなんで出てきたかというと、世界中で、人権擁護法というようなものがですね、作られていると、ないのは日本ぐらいのものだと、まあ、法務省その時の法務大臣経験者もおっしゃってましたけれども、しかしそれはですねいわゆる、まあ、アフリカの国々なんか特にそうですけれどもね、さまざまな、もともと、人権がしっかり守られていない、まあ、子どもたちがですよ、この学校も行けなくて働いていたり、さまざまな問題あるわけですよね。だからそういう法的措置をしなければならないということなんですけれども、日本には法的措置をしなければならない人権擁護案件というのは一体あるのかと、もしあるとすればですね、その時言われていたのが一番ひどいのは法務省が所管している刑務所の中じゃないかと、でこの中では刑務官がですねかなりひどいことになっているというような実態もあったじゃないかと、で要するにその一番問題は法務省の中じゃないかと、で、そうじゃなくてですね、いわゆる言われてきたのは部落、差別があるとかね、外国人差別があるとか、まあ、こういうことを言う人がいたわけですけれども、これも立法事実として本当にそこまでやらなきゃならない問題になってるのかと、ということだったんですね。で特に、これを一旦ですね人権擁護法というのを作ってしまったら、それを、反した場合にはですね、例えば名前を公表するなり、懲罰、を与えるなりですね、まあ、そういう、罰則をつけたりすることになるわけですね。でそうするとそのこと自体がですね新たな人権侵害にならないかと、つまり人間がですね自由にものをしゃべったり、ものを表現したり、集会したり、まあ、それから思想心情の自由、内心の自由ということもありますよね、まあ、そういうところにまで踏み込んでですね行政がこういうことをしたらこういう罰則を与えますよということになるのはやりすぎでしょうと、だからそれが逆にですね、新たな暴力を行政側が作ることになると、だからここはやるべきでないというのが我々の主張だったんですね。これは中川翔一先生も、安倍晋三先生もそういう意見でですね我々が断固反対してきた。しかしもう片方でいわゆるまあ同和団体、また人権団体、そういうところから要望を受けてですね、この問題がずっと自民党の中でもですね大きな問題となってきたんです。でしかしまあそれを我々が潰してきたと。で実は、もうこの人権擁護法はもうできないことになっています。自民党の中では完全にそういうことを、論破をしてですね作らなくてもいいと、むしろ新たな、人権、擁護法などがですね暴力装置になる恐れがあるということで整理したんですが、ここで出てきたのが実はヘイト法なんですね。でヘイト法を、作ることになりました。この経緯何度も述べてますけれども、要するに現実問題、在日朝鮮韓国人の方がですね口汚く罵られて、まあ、大変な被害が出ているという現実問題があったわけですね。しかし人権擁護法的な、まあ、人種差別撤廃法というのはですね当時の野党が出してきましたけれども、まあ、こういう、具体的に、こういうことをしたらですね、この名前を公表するなり、またはなんか罰則をつけるなり、まあ、様々なその有効的な法的処置をすべきだというのを彼らが出してきたんですけれども、我々は断固これを反対したんです。その理由は先ほど言った人権擁護法と同じで、行政権が、そういうその信条の自由までですね縛ってしまうことに対してまた新たな問題が出てくると、だからこれはできないと。しかしヘイトという事実はあるわけですね。しかし罰則をつけたり、またこの定義づけが難しいということで、この問題はですね、理念法としてやろうと。だから罰則も何もないけれども、そういう、人を罵ったりしてですねやるヘイト行為はですね増感情をかき立てる行為は やるべきでないんだと、ね、そういうことは恥ずべきことだということで、みんなが国民も一緒になってこういうことはやらないにしましょうという、まあ、そういう理念法なんですね。
で、 ですから、これについては特段の、この法的措置は何もないんです。じゃあ何であるのかというと、このことをすることによって国権の最高機関である国会がヘイト行為というのはやめるべきだという宣言をしたわけですね。だからそのことを受けて他の例えば騒音防止条例とかね、例えば大きなマイク、やってる時にですね、このその解釈をしたり道路でデモをするとかいうその許可を出す解釈をするときにですね、そういう憎悪をかきたてるような行為をすることになるんだったらですね、それを指導していくと、でそういう許可を出さないようにするとか取り締まることができるようにするとかですね、まあ、法解釈の指針としてね、片っぽでそういうヘイト的なものは良くないとということを解釈することによって、何らかのこのその効果を上げられるんじゃないかと。そしてまたもっと言えば、そういうことをしようとする首謀者側に、ストップをさせる、そういう法的効果を期待したわけなんですね。でところがこれがよく私が、それを作ったからですね、本邦外出身者、つまり日本人でない人に対するヘイト行為を書いてるけれども、じゃあ日本人に対してはいいのかと、こんなことは逆差別だと、こういうことを言ってる人がいるんですが、これは全く違ってですね、本邦外出身者に対するヘイト行為がじゃあ実際あるのかと言えばないわけですね。でその当時、まあ、アイヌの方々とか、これもちろん日本人ですからね、こういう方々に対する差別、そういうことはどうなのかということが国会の中でも言われましたから、私が答弁したのは当然ダメなもんなんですと。でただ書いてないのは、その立法事実として我々はそういうことを承知していない、だから書いてないだけで、で、 できるだけ、これを人権擁護のように幅を広げるんじゃなくてコンパクトに、小さくまとめていくためにわざわざ書かなかったんですが、当然もし日本人に対してですねヘイト行為をするという立法事実があれば、当然それも対象になるし、であえて書かなければ、改正しなければならないほどのことになってるんだったら、当然そういう改正もあるでしょう。しかしまあ現実問題、そういうものはないわけですよね。なかなかそういうことを我々まだ行政の方からもそういう事実があったかと問い合わせればありません。まあ、そういうことで、このヘイト法というのは、この日本人を逆差別するものではないということなんですが、まあ、こういうことが人権擁護法の議論をする中でですね、まあ、派生的にできてきたわけです。で、その一番派生的にできたのは、まあ、ヘイト法によって同じ趣旨で同和の部落に対する差別もですね、してはいけませんねと、という同じ作り方で実は作ってますけれども、これももちろん人権擁護法のような禁止規定とかはなくて、理念法としてヘイト法と同じように、そういうことは、そういうはずべきことはやるべきでないという形で抑えているだけで、国民の感情やですね、さまざまな行政がそこから先にですね、新たな取り締まりや、強権的な罰則を与えることにはなっていない。要するに人権擁護法を中川昭一先生が5度目の時に我々議論してきたのは、まあ、そういうことにならないようにですね、行政権が大きくなりすぎて内心の自由などを縛ることにならないようにということでずっと反対してきた、まあ、そういうことが当時から中川先生のもとでも言ってきたということであります。ということで今週の一問一答でありました。ありがとうございました。